どうもこんにちは、漫画家の井上サンタです。今日はアレックス・ガーランド監督作品の映画シビル・ウォーを見てきたんで、その話をしたいと思います。はい、シビル・ウォーはですね、非常に見た人たちがみんな評判がいいんですよね。だから昨日私見に行ったジョーカーフォリアドゥは非常に見た人たちが酷評をしてるんですけども、打って変わってシビルウォーの方は高評価なんですよね。だから結構楽しみにして見に行ったんですよね。で、結構一般的に多い意見っていうのが、音がめちゃめちゃいいっていうのをよく耳にしたんですけど、結構これアメリカでもしも内戦が起こったらっていう、現代のアメリカを舞台にしていて、非常にリアルに内戦が起こった感じを描いてるんですけど、その中で結構そのアメリカの街の中で銃撃戦が繰り広げられるシーンが多いんですけど、音が結構すごいんですよね。で、結構どの音もすごいんですけど、一発象徴的なライフルのどでかい音に結構映画館でびっくりしちゃったんですけど、その直後にデラソウルの Say No Go って曲がバーンってかかったんですよね。で、デラソウルの曲たちっていうのはもうすでにヒップホップの世界の中じゃクラシックな曲たちなんでね、まあ今さら驚かないってことはあるんですけども、ちょっと前に見たミュータントタートルズミュータントパニック、これ日本のタイトルなんですけど、現代がミュータントメイヘムって言うんですけど、その中でも結構象徴的にデラソウルの曲が流れてきて、あとウータンクラーンの曲とか MOP の曲も流れたかな、そこら辺の曲が流れて、ああ2024年だともうここら辺の曲は懐かしのクラシックソングになってるんだなと思っていて、ちょっと嬉しくなったんですよね。で、その今日見たシビルウォーの中では、まさかデラソウルの曲がかかるとは夢にも思ってなかったんで、ちょっと不意をつかれたっていうかびっくりしたんですけども、大画面にですね、このデラソウルの Say No Go っていう曲の歌詞が、まあ、和訳ですよね、がこう大写しになったんで、改めてこう読んでみたんですけど、あ、こんなこと歌っていたんだと思ってちょっとびっくりしたんですよね。結構そのアメリカの、まあ今に始まったことじゃないんですけども、このドラッグまみれになっている現状を、まあこう悲観して描いている曲なんですよね。で、まあそのドラッグでジャンキーになってしまったお母さんから生まれたばっかりの子供が、もうすでにそのドラッグアディクトっていうか、もう中毒者になっているんじゃないかっていうところから始まるっていう、こういわゆるこう出口のないこう悲惨なあのシーンを描いてるんですけど、で、あのサビの部分でダリル・ホール&ジョーン・オーツの曲がサンプリングされてるんですけど、そこでそのダリル・ホールかなが歌う Say No Go っていう曲の歌の部分がサンプリングされてるんですけど、まあ要するにこういった現状に対して、まあ一番はポスかな、ポスが歌っていて、Yo Mays、 こういった状況に対して何て言ってやればいいんだって言って、要するに Say No Go って、 No って言わなきゃダメだよっていう、なんかその前にあれですよね、そのホーランドオーツの You got a body now youWant my soul っていうところ流れるんで、要するにまあもうドラッグまみれの自分の体はもう悪魔の手に渡ったかもしれないけど、今度俺の魂まで欲しいっていうけど、それはノーだよっていうことを言ってんじゃないかななんて自分なりに解釈したんですけども、これってこのシビルウォーを見ていると、なんか本当に、まあ、最近の LA のダウンタウンなんかの様子を映像に撮って SNS にアップしてる人がいるんですけど、本当にゾンビ映画の予告編なんじゃないかと思うぐらい、なんだか怖い感じになっちゃってるんですよね。僕が住んでた時も結構こうダウンタウンの、まあ、ストリートによってはですけども、結構ここは歩いちゃいけないなって感じに、そのホームレスたちがたくさんいて、ブルーシートとかでテント作っていて怖いなと思ったりとかしたんですけども、なんか日本にいるとそのホームレスの人たちって自分たちには関係ないし、自分の知り合いにはいないから、まあなんかダメな人たちが落ちぶれてそうなっちゃってんのねみたいな気持ちで見てるのかもしれないんですけども、なんか住んでた時はちょっと前まで一緒にイベントやってたような友達がなんかドラッグに手を出してしまって、なんか車の中で最近生活してんだよなんて話を噂話で聞いたら、
その次の月にはなんかもうホームレスになっていたみたいな話聞くと、あの人がみたいなのがあったりするんで、まあアメリカの州によりけりだと思うんですけども、結構このシビルウォーって映画は、アメリカに住んでる人が見るときには笑えないっていうか、かなりリアルに描いてんじゃないかなと思いました。で、監督さんはアレックス・ガーランドさんなんですけど、アレックス・ガーランドはエクス・マキナっていう映画が、これアンドロイド、女性のアンドロイドの映画だったんですけど、結構綺麗に撮ってあって、まあアーティーっていうか、なんていうかな、最新型の現代のスタンリー・キューブリックを目指している監督の一人なんじゃないかなって僕は勝手に心の中で思っていたんですけど、そういった感じでちょっとまあかっこつけてるっていうか、結構綺麗な映画なんで、今回どうなのかなと思ったら、かなりエンターテインメント寄りとは言わないですけども、エックスマキナよりはそのアーティーな部分が鳴りを潜めていて、エンターテインメント的に楽しめる作品でしたね。で、この映画の主演がキリスティン・ダンストっていう女性なんですけど、この人は僕の大好きな映画エリザベス・タウンにも出ているんですよね。で、エリザベス・タウンはキャメロン・クローっていう僕のまた大好きな映画監督が、フェイバリットな映画監督が撮った作品なんで、あの、人生うまくいかないとか大きな失敗を人生の中でしちゃった人っていうのはおすすめの一本でございます。で、このエリザベス・タウンが2005年の映画なんで、2024年に僕的には久方ぶりにキリスティン・ダンストをバーンと映画館の大画面で見たんですけど、ああ時間が流れたなと思ったんですよね。あの、もちろんいい女優さんにはなっていたんですけど、で、このキリスティン・ダンストが演じてるのが戦場カメラマンで、いわゆるカメラマンなんですけども、最近僕新しいカメラ買って、なんていうかな、絞りであるとか、なんかボケ味であるとか、そういったものに凝ってるんで、結構この映画もなんていうかな、草っぱらに寝っ転がって、手前の花とか草にピンがあったりだとか、まあ、ピン送りっていうんですかね、奥の人物にピンが戻ったりとかしてるシーンとかが綺麗でね、あ、これ見ながら今度公園でやってみようかななんて思って見てたんですよね。結構その戦場カメラマンがえぐいところまでその軍隊と一緒にくっついていって、もちろん自分たちはプレスのそのタグみたいなのつけてるんですけど、撃たれないとは限らないんでね、まあ命がけでかなり、まあ、望遠カメラを使って望遠レンズで切り込んではいってるんですけども、あのいっぱいロバート・キャパだとか有名なそのカメラマンたちが残した傑作の写真なんかをちょっと思い出しましたね。そういった意味でね、あのカメラが好きな人にもおすすめの一本でございます。ということで、シビルウォー、皆様がおっしゃっていたようになかなか面白い映画でした。結構最後エンドロールが出た時も、お、ここで終わりかと思って満足感を覚えたんですけども、大好きな映画かって言われると今のところこうそんな感じではないんですけども、まあ、人生の中で見返していって、もしかしたらフェイバリットな感じになってくるかもしれません。はい、そんな感じでございます。ということで、サンタスティック TV、 よかったらチャンネル登録まだの方はしていただけると嬉しいです。じゃあまた次回です。バイビー。エビシーアップ。